この中誰が一番かっこいいと思いますか。もうかっこいい。もうチャラそう。チャラいのが好きだと。ちょっとなんかね、確かに。Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Yo-Yo Japan. So today, I'm out on the streets of Tokyo asking Japanese girls who is the hottest anime character for them. So we've got these four anime characters today. So let's find out who will be the hottest for them. On my Instagram, I'm sharing my life and information about Japan. If you follow me there, you'll be able to discover some nice places, pubs, and birds. So if you haven't yet, please do. Okay, let's go. ちなみにアニメとかって見ます普段？鬼滅の刃、呪術廻戦とか。呪術廻戦、ちなみに鬼滅とかの誰が一番好きですか、キャラクターは。名前わかんない。でも炭治郎かも。あ、もう王道王道。最近見てるアニメとかってなんですか。スパイファミリー。あ、スパイファミリーとかチェンソーマンとか見ます。今日なんかその4つ選択肢があって、この4人の中で誰が一番かっこいいのかっていうのを選んでほしくて、で誰がこの中で一番。五条悟。リヴァイ兵長を選んだ理由は。クールでかっこいい。クール系が好き。クール。五条悟を選んだ理由は。派手髪好きなんで。ああ、なるほど。高身長だし。あ、身長高いですか。多分。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメとかは見ないですか。全然見ないです。見ない。見たことはあります。何見たことあります。今まで。本当ドラえもんとかそういうのしか見たことないです。はいはいはい。どうですか逆に。銀魂とかなら見てます。はいはいはい。で今日4人のアニメキャラクターがいるんですけど、その中で誰が一番かっこいいと思うのかっていうのはちょっと選んでほしくて、この中で誰が一番かっこいいと思います。容姿的に。リヴァイ兵長です。リヴァイ兵長。はい。3人目のリヴァイ兵長。どうですか。私一人目の。選んだ理由は。なんかもう第一印象でというか、なんか結構スッとした顔立ちがかっこいい。リヴァイ兵長選んだ理由は。この中で唯一知ってたので。結構クール系なキャラですね。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。アニメとか普段見ます？ちょこちょこ見ます。ちょこちょこ。最近見てるアニメとかってあります？最近ハイキュー見ました。ハイキュー。私は呪術です。呪術回戦。なんか好きな呪術回戦好きなキャラクターとかっています？あのパンダと五条さん。あ、いいっすね。パンダ五条さんいます？私犬巻さん。犬巻さん。なるほど。で今回アニメキャラクター4人いるんですけど、4つのキャラクターの中で誰が一番かっこいいのかっていうのをちょっとお聞きしたくて、この中誰が一番かっこいいと思いますよ。五条さん。もう五条さん、うん、理由とかあります。顔面がかっこいい、うんうん、顔だね。顔的顔。声もかっこいいね、うん、かっこいい。しかも強いし、うん、もう全部圧勝、うん、圧勝です。ありがとうございます。普段なんかアニメとかって見ます。約束のネバーランドと鬼滅の刃は見たことあります。ちなみに鬼滅の刃好きなキャラクターは。古城しのぶさん。古城しのぶさん、はい。ちなみにアニメとか見ます普段。あんまり見ないですけど、名探偵コナンとか。今回4つアニメキャラクターがいて、その中で誰が一番かっこいいと思うのかっていうのをちょっと聞いていて、はい、この中でその外見だけで言ったら誰が一番かっこいいと思います。え、せーの、五条悟。おもう満場一致で、はいはい、なんか他のキャラクターと比べてどこがいいとかってあります。例えばなんかリヴァイ兵長とかかっこいいって人も結構いたりとか。顔が整って、うん、顔が整ってる。彫り深い。彫りが深い。あ、はい、リヴァイ兵長とかちなみにどうですか。ちょっと怖い。怖い。あ、富岡義勇くんは。もう好きですなんですけど、目が大きめのが好きなんで。ありがとうございます。ありがとうございます。最近見てるアニメとかってあります。最近、今日は進撃の巨人の。あ、もう直近で。直近で最終話を見てました。なるほど。一番好きなキャラクターは。主人公のエレンですか、ね、エレンさん、いいですね。最近見てるアニメあります。スパイファミリーです。スパイファミリー。好きなキャラクターはダミアン君。ダミアン君。ダミアン君。今回アニメキャラクター4人いて、この中でなんか誰が一番かっこいいのかっていうのを選んでほしくて、この中で一番、もう外見だけで一番。一番の人。五条悟。はい。理由とかってあります。特に顔がかっこいい。あ、もう顔が一番もう整ってる。うん、整ってる。はいはいはい。誰ですか。ミナトですかね。ミナト。理由はリリシメと見た目もイケメンで、はいはい、もう最高だということで。いや、ありがとうございます。お時間ありがとうございます、はい、アニメとか普段見ます。全然見ないですね。今までなんかもう人生で見たアニメとかあります。ドラえもん、ドラえもん、サザエさん、サザエさん、マル、うん、ちゃん、マルちゃん、ちいまる子ちゃん、うん、以上。そういう4人の中誰が一番かっこいいのかって選んでほしくて、この中で誰が一番かっこいいですか。もう見た目だけで。私これです。進撃の巨人リヴァイ兵長、はい。私一番最初。一番最初。お、分かりましたね。じゃあリヴァイ兵長を選んだ理由とかってあります。なんか他のキャラクターと比較してどこがいいとかってあります。目つきですかね。この鋭い感じ。鋭い感じがかっこいいです。どうですか、五条悟を選んだ理由は。いや、もう
第一印象ですね。はいはい、はい、もうかっこいい。もうなんかリヴァイ兵長とかはタイプではないですか。ちょっと目つきタイプじゃないかもしれないですね。ここでまあバチバチになってもらってっていうことで、ありがとうございます。お時間ありがとうございます。目とかって普段見ます？見ます。最近はブルーロックをちょっと見てて、はいはいはい、あでも進撃の巨人とかもアニメ見ますけど、私あんま見ないんですけど、はい、最近見てたのは呪術廻戦は見てました。今日なんですけど、この4人の中で誰が一番かっこいいのか聞きたくて、顔だけで言ったら誰も、あ顔か、顔だけです。せーの、五条悟。おお理由とかってあります？なんかその他のアニメキャラクターと比べてどこがいいとかってあります？かっこよそうな顔するよね、はいはいはい、なんだろうね、4人の中だったら一番かっこいい顔って言われたらこの人って、あ整ってるみたいな、うんうん、結構リヴァイ兵長もかっこいいけど、なんかあっちの方がなんだろう、チャラそう。チャラいのが好きだとちょっとなんかね、確かに、はいはいはい、キルアとか好きなんだ。なるほど、あ似てますよ、ちょっと確かに。じゃあなんかありがとうございます、ありがとうございます。普段アニメとかって見ます？見ないですか？なんか見たことあるアニメとかって何ですか？あたしんち。あたしんち。あたしんちが見たことあります？なんか。あでも鬼滅の刃。はいはいはい。あとスパイファミリーとか。で今日なんかその日本人の女性に一番かっこいいと思うアニメキャラクターをちょっと聞いてて、顔だけでいいんで、顔だけで言ったら誰が一番タイプですか？この人。うん。一番最初の人ですか？はい。なるほど。理由は？イケメン。イケメン。他のキャラクターと比べてどこがいいとかってあります？顔が整ってる。あはいはいはい。その4枚目のやつは。まずちょっと髪型が無理。髪型がちょっと NG だと。はい、3枚目については。かっこいい、はい、悩みました。あか目がなさすぎるかな。あ2枚目は現実見なさすぎる。うなんかアニメ感が、うん、アニメ、はい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 、で最後一番人間っぽい。人間っぽい。人間っぽい。確かにもう一番大人気する。ありがとうございます、ありがとうございます。普段アニメとかって見られます？たまーに見ます。はい、最近見たアニメとかってあります？チェーンソーマンとか。チェーンソーマンあります。でもハイキューをリピートして見てます。あもう配給もう1時だとめっちゃ、はい、そうです。今日なんですけど、一番かっこいいと思うアニメキャラクターを聞いてて、外見だけ、はいはい、から誰が一番タイプですか？いや、五条。五条さん。五条だとる。五条さんですか。誰ですか？リヴァイ。おー、こう分かりましたね。うん。ってことじゃあまずリヴァイ兵長を選んだ理由は何ですか？はい、クールみたいな。はいはいはい、はい、ちょっとまあ男みたいな、はい、男らしさ。そうそうそう。どうですか？かわいい。いや五条悟のなんかシンプルに顔が一番整ってる。あ、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。アニメとかって普段見ます？東京リベンジャーズしか見たことないです。はい、以上です。以上で、はい、あります。見ます？普段ちょっと見ます。ちょっと見ます。で一番好きなアニメとかって何ですか？ちなみにハイキュー。ハイキューでアニメキャラクター4人いるんですけど、今回、はい、誰が一番かっこいいかっていうのを聞いてて、ズバリ一番タイプは五条さんで。ちなみに理由は？理由はもう髪色とこの顔がかっこいいですね。あもうマッチ、はい、もうマッチですね。マッチ、はい、誰が一番好きですか？リヴァイ兵長。リヴァイ兵長。理由はかっこいい。かっこいい。なんかそのクール系ですよね。ギャップがあるじゃん。あ、ギャップが好きだと。ギャップが。あ、なるほど。ありがとうございます、意見を。ありがとうございます。アニメとかって普段見ます？あんまり見ない。あんまり見ないですか？なんか今まで見たアニメでなんか一番好きなアニメとかってあります？クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん。何が一番好きですか？クレヨンしんちゃん。アニメキャラクターで一番かっこいいと思うキャラクターを聞いてて、誰が一番かっこいいですか？五条悟。もう同意ですか？もう二人とも、はい、なんで一番かっこいいと思います？なんかこの4人と比べてどこが一番かっこいいですか？なんか雰囲気、顔、うん、あと髪型、骨格銀髪好きなの？なの銀髪がどうですか？逆にこの金はやる、あとこのここが、あとなんかつけてるの嫌です。あーこの額みたいな。貴重な意見ありがとうございます、ありがとうございます。Thank you for watching up until now. How was it? Let me know who is the hottest anime character for you in the comments. Anyway, I hope you enjoyed this video. And if you did, please subscribe to my channel and don't forget to like this video. Okay, see you next time.